とっとと消えろてめえらを殺してやるこれはルナ被告が精神科医でもある父親のオサム被告との会話を再現したものですずっとそう思って生き延びてんだよあそこのクリニックだとクリニックではもうそのレベルだとうちでは対応できないのでっていうふうに言われるうわ予約を入れます私は復讐する私はお前を殺すお前が私を殺す 私がお前を殺す。お前はどちらを選ぶ。I don't kill any. 初めて法廷で公開されたレナ被告の音声データ。母親、ヒロコ被告の四回目となる今日の裁判で、弁護側が提出しました。さらに、オサム被告の証人尋問では、ワイドハイターの検索結果はなかった。ハイターを検索した記憶はあるはい。 前回、検察側が提出した修被告のスマートフォンの解析から証拠隠滅に使用したとみられる漂白剤を事件前に検索していた証拠について弁護側が修被告に質問証拠を提出したこの検察の狙いとは元検事の磯部真二弁護士に聞きました。 オサムさんが殺人事件の、事件、じ、殺人に関して、事前に、えー、その意図を。ルナさんの殺人計画を事前に把握していたことを裏付ける。それの間接事実となる証拠と考えられますよね。ルナ被告の音声を公開した弁護側の意図は。 おそらく弁護側としては背景、ルナ被告の異常性というのを出すという趣旨なんだと思います、はい、今日の裁判ではルナ被告の音声データが公開されましたが衝撃的な言葉が並んでいいますねはい、そうなんです今回お、公開されました音声データがこちらなんですがちょっと読むのもはばかられるような内容ではあるんですが読み上げますね。はい、田村ルナ被告 これ修被告との会話トットと消えろてめえらを殺してやるずっとそう思って生き延びてんだよ私の妹と私はルナ被告に妹本来いないんですがこれちょっと後で説明しますそして、こちら英語でこれ音声は本来、英語だったらしいんですが訳しますと私は復讐する、私はお前を殺すお前が私を殺す、私はお前を殺すお前はどちらを選ぶ。 それに対して修被告は英語でアイドンキルエニ私は誰も殺さないというふうふに答えたこんな音声が公開されたということなんです。でこのルナ被告とのやり取りに対しまして修被告今日の法廷でこのように説明がありましたさっきありましたねこれ私の妹というこれ妹とは誰のことですかと弁護側に問われますとルナの魂の魂ことですちょっとよくわかりませんよね。 じゃあ今話している音声、はこの音声のことですね。うんうん、これは誰なんですか。中心はシンシアです。うんうん、ですからルナ被告がシンシアの状態になってこれオサム被告とこう話している。うんうん、でその中で出てくるこの妹っていうのはルナ被告の魂のことという非常にこれねじれた状況ですね。うんうん、はい。 修被告と瑠奈被告をルナ被告は憎んでいるのか、まあ、シンシアですかね憎んでいるのかという質問に対しては、まあ、シンシアは私たちの対応によってルナが亡くなったと思っているので我々のことを憎んでいるとこんなふうに今日、法廷では話をしたそうです。 さんこう理解がねなかなか追いつかない部分があるんですがそれだけこうルナ被告が錯乱状態にもあったということなんでしょうかね、うんまあ、こういう会話がね日々続いていたのかなと思うとね大変だった状況でしょうけれどもお父さんが精神科医だということで自分でなんとかしようと思ったのかもしれないですがやっぱりよその先生に頼るということはでできなかかったんでしょうかねうさらに修被告、今日はこのような発言も法廷で行っています。こちらですはい 前回検察側が提出した証拠の中に事件前にハイターで指紋が消せるとめ被告が検索していたというふうに提出されていたらしいんですがハイターというのはあの医療用の漂白剤皆さんも、ね、お使いの方もいらっしゃるかもしれません、はい、漂白剤のことですでこれに対して今日の法廷では弁護側がハイターで指紋消せるというのは検索しましたかという,ふうに聞いたところ確認したところなかったと答えています。 ではハイターを検索した記憶はありますか、うん、はい、はい、娘からダメージの強い道路の汚れを消すのにハイターが使えるか聞かれたですから指紋を消すためではなくて娘の依頼に応える形で検索したんですという発言ですでルナ被告からハイターを買うようにお願いされましたかこの問いに関してははいと、まあ、購入したのは近所のドラッグストアですということで、まあ、ですからこれ 事件を予見するようなそういった検索、まあ、証拠にはならないというような、まあ、形の今日は発言があったということなんですでは今日の弁護側の狙いは何だったのか元検事の磯部慎二弁護士に伺いましたすると、まあ、今回音声データを提出したことに関しましては弁護側としましては背景立証の補足としてルナ被告の異常性をまあ出すという趣旨だったのではないか。 で今日弘子被告の裁判なんです。そうですね、ただその中で全く弘子被告についての話が出てこないのはどういうことですか<ー>ということに関しては、まあ弘子被告の裁判の争点を直接的に判断する証拠というのが、まあ、それほど多くないので今日こうなったのではないか。まあルナ被告とおさむ被告のやりとりというのが中心になったということなんです。うん、では今後の裁判の流れはこのようになっています。弘子被告の裁判。 これから検察側からの尋問がありまして、被告人質問、さらに直接聞き取りというふうに流れていきます。年度内には判決が出るのではないかと見られています。非常に社会的関心の高いこちらの事件です。広子被告の五度目の裁判は次回11月5日に開かれる予定です。